あなたには空風が足りないわ。こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。プレステ5起動。意外と地味な起動画面だぜ。なにこれ？デッドオアライブ5ラストラウンドだぜ。あ、書いてあるわ。一瞬何のソフトかと思ったわ。ディスク版、ダウンロード版ともにこの画像だな。へぇ、ちょっと、びっくりするわね。ちなみにプレイステーションプラスで遊ぶときはこれだ。へぇ、違うのね。せやねん。うぶ主ゲームを始める。もう、今回は何をするかわかったわ。だよな。なぜか、ここのローディングが真っ黒で長いんで。飛ばすぞ、何か気の利いた画像でも出せよな。それで今回はあれよね。デッド・オア・ライブ5ラストラウンドの、スパイのコスチュームを鑑賞する回だぜ。もしかしたら、1回では収まらずに、その2があるかも。さすが、うつ主、変態、チーム、忍者。安易なネーミングだぜ。プレステ4版だから、決定は丸だ。ここは、放置しても、ムービーなんて出ないぞ。テクモなら、凝ったのが、出そうなのにね。なので、丸ボタンでスタートだ。今回は時間がないので、死の後の言わずに。キャラクター選択画面に直行だ。対戦モードの、シングルマッチね。アーケードモードの、1試合を切り取ったりもするぞ。選択画面が出るぞ。何人おるんや？それも女性が多いわ。パイの場所は真ん中下で、わかりやすいが。行きにくいぜ。出た。コスチュームは数えるのがめんどくさいくらいある。最初から使えるのと、遊んでいると解除されるのと。プレイステーションストアで、買うのがあるぜ。課金して、ダウンロードね。まだ、パイは少ない方で BOA オリジナルのキャラなんか。アホほどたくさんあって、ダウンロードしまくらなあかんぞ。まあ、BOA は、そういうゲームだもんね。それと、中には、ステージで破壊できるのがあるぜ。ああ、そんなところも、BOA らしいわ。まあ、確かに、そんなゲーム性だな。それと、うぶ主的に、ステージが面白いぜ。バーチャファイター3みたいな、アンジュレーションね。リングアウトしても、ゲージが残っていれば、落ちた場所で戦えるぜ。ガチな対戦格闘ゲーマーには、嫌われそうね。そうだな、ランブルローズが好きな人は好きだろうな。うぶ主は？ランブルローズ、大好きだぜ。聞くまでもなかったわね。まあ、そのうち、やるぜ。それより、まだコスチュームあるの？もう少しあるな。あ、そう、ほんと DOA してるわねー。このあたりのコスチュームは、ダウンロードせなあかんな。あ、忍者はテクモっぽいわね。だんだん、意味不明なのも出てくるが。そろそろ、数が少ないバーチャファイター系は終わりかな。確か、このコスチューム、破壊できるやつだぞ。あ、そうなん。これが終わると、いきなり冒頭の水着で対戦なの？それでもいいが、まず準備運動というか。本家と比較する感じで、デフォルトのコスチュームからだ。なるほど、最初はちょっと安心できるのね。まあ、一戦くらいだがな。その後は、お楽しみというか、グダグダだぜ。ああ、そうなん。おお、サイコロマークが出たから終わったぞ。たくさんあって、長かったわ。じゃ、一戦目はデフォルトコスチュームで行くぜ。相手は誰なん？いや、わかるぜ。お、アキラ。この時を待ってたぜ。おなじみの登場ポーズとセリフね。知らないわよ。ちなみに、声優はバーチャファイターと同じ方だぞ。確かに、このデフォルトコスチュームが落ち着くわ。BGM が聞き慣れなくて、なんか地味だがな。CPU に勝ったが、今回は戦い方はどうでもいい。コスチュームを見るのが目的ね。
それと、勝ち坊主の時の、あれな。あれって？これ、DOA ならではの、一作目から驚いたあれだ。ああ、今や本家まで逆輸入している、あれね。あなたには空風が足りないわ。じゃ、見てろよ。いきなり、水着の皿やん。I'm no pushover, sweetie. 修行の成果。見せるわよ。見せてね。もう、黙って干渉するしかないよな。ゴマを組んで干渉する手もある。うずめし、終わってる。DOA は、大戦時の人物が小さいよな。レンジャーとか、ステージに要素が多いからかな。うくぬし、勝って勝ちポーズを見たいだけで。同じ戦い方やりまくっとんな。BGM が脳天気でいいわ。もう一丁水着だぞ。怪我しても知らないわよ。修行の成果。見せるわよ。いろんな水着があるのね。もっとあるぜ。あったわね。起きるよ。落とされた方もまだゲージが残っていれば戦う。こんなに出てきた。一応、ハロウィンステージだぜ。今日は私の勝ちね。ん？サラ先生？修行の成果。見せるわよ。うくぬし、ガイノコのコスチュームが気に入っているらしい。うくぬし、水着より服着てた方がいいのね。サラのこういうコスチュームも一定の需要があるな。それにやっぱりメガネね。そうだよな。やっぱり女教師コスチュームは外せないみたいね。だな。世の男たちの夢なんだろうな。あなたには空風が足りないわ。サラ先生に勝ちました。おいおい、パンツ丸見えだぜ。修行の成果。見せろよ。このコスチューム、こっちのバナー、もう見とれ。お、レンジャー。
これが、自傷破壊なのね。そうや。それを、キャッチャーボードで録画する、うぷ主もな。これ以上は破壊されないのね。破壊されたら、まずいな。落としてる？落下中もゲージが減るから、なくなったんだな。今日は私の勝ちね。何が起こっても驚かない。ついでに爆破ネタ、もう一丁。怪我しても知らないわよ。修行の成果、見せるわよ。どっちが爆破されるん？青い水着だけの方や。どうなるん？それより、ウプ主はわざと CPU に攻撃されたいんだが、CPU が、デンジャーゾーンに転がしてくれないんだ。向かい合ってるわね。何今の？どういうシステムで破壊されたの？ウプ主、DOA に興味がないんで、勉強してないで。ご存知の方、コメント欄でお教え願えれば幸いです。よく落とすわねえ。てか、どこまであるん？ずっと、あるのかな？負けそうじゃないか。負けたら、勝ちポーズ、見れないわよ。ほんま、大丈夫か。なんとか勝ったわ。興奮したんで、デフォルトコスチュームで落ち着こう。You'll enjoy this, trust me. Ready? 怪我しても知らないわよ。 2P カラーね。サラのコスチューム、大丈夫？ラウンド目の後半がお楽しみだぞ。なんや、それ？あら、パンツ見えすぎやぞ。ま、DOAだから、いいわ。私の勝ちね。次は間に合う、消しそうなのをやろう。怪我しても知らないわよ。修行の成果、見せるわよ。一部に熱狂的支持層がいるメイドね。もう
ど、一定の支持層を持つ、スペイクイーン系だな。なんかすごいステージだな。スペイクイーンは、レオタードなんかも欲しかったな。うぶ虫、変態。やっぱり、メイドはこうでないとな。今日は私の勝ちね。後ろの注意書きがいいわね。久々に水着行くか。久々じゃないけどね。怪我しても知らないわよ。修行の成果見せるわよ。繋がってるのか繋がってないのかよくわからんが、こんなんもみんな好きそうだな。見物人がいるわ。見せたれ。普通に考えると変な場所で戦ってるな。いいおえやし。こんなんも、いいよな。次は、どっちもウプ主の趣味だ。怪我しても知らないわよ。修行の成果見せるわよ。ウプ主の趣味が分かってきたわ。こういうステージも好きなのね。ウプ主、満足か？ウプ主の趣味でした。次は二人とも、いわゆるコスプレだな。怪我しても知らないわよ。修行の成果見せるわよ。サンタと、ハチネ。このステージは面白いな。やめに落ちちゃった。今度は地面に落ちた。
どっちが強くてもいいぜ。今度は、はい、サラデサンタだぜ。 You'll enjoy this, trust me. Ready? 修行の成果、見せるわよ。はいは同じね。そうなんだが、二人が同じコスプレってのが面白いぜ。また、サラ、パンツ見せすぎじゃない？そうなんだよな、二人とも同じ格好なんだがな。サラのパンツは黒で、バイは赤だな。そのようね。それに、サラの黒のパンツとにヒールってのが、こんなに。バイのソックスに幅広のヒールに比べ、やらしすぎだな。DOA のデザイナーの趣味ね。慶応になってても、落とされる。空風が足りないわ。月が赤いわ。お次は DOA 徳也、忍者だぞ。 You'll enjoy this, trust me. Ready? 修行の成果、見せるわよ。これも、二人ともコスチュームはほぼ同じなんだが、履いている靴で、こんなに違うんだな。まあ、見る人の趣味にもよるわね。何にせよ、バーチャファイターでありえないわね。バーチャファイターで忍者って、おっさんの風だしな。バーチャファイター3で、頭にタライが落ちてくるもんね。私の勝ちね。忍者つながりで知らぬ今井まで出てくると、知らぬ今井参ります。修行の成果、見せるわよ。あらあら、バイはメイドなのね。知らぬお前は知っているが、SNK はプレイしたことはないぜ。まあ、うつ虫はやらないわよね。知らぬお前って、こんな構えするの？それがな、うつ虫にはわからないんだ。すごい置き方するな。ヘビー打ち。今日は私の勝ちね。次は、ウプ主、趣味だけに走る。怪我しても知らないわよ。修行の成果、見せるわよ。どっちも好きなのね。マルミエアー、てか、もう落としたのね。1ラウンド中に2回落とした。
水溜まってる。また丸見えで落とす。本家より可愛いぜ。そろそろ時間だな。やっぱり一回で収めるのは無理ね。近々その2、なんならその3を作るぜ。最後だからというわけでもないが、めっちゃ不便利だ。こんなコスチュームまで収録されてるのね。こんなコスチュームの需要もあるんだろうな。多分各キャラクターにもあるんだろうね。それに普段着で派手なリングでデンジャーあり、なんてのも笑えるわ。今回はウプ主が一気な顔がメインだったが、サラ、アキラ、ジャッキーにも強烈なのがあるんで、そのにはもっと入れるぜ。楽しみだわ。それでは今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。タイムイズアップ。